はい、どうもこんにちは、ジルワークスです。今回は、やっとこれ念願ずっと欲しかったステアリングなんですけど、ステアリングの交換と、ルーフキャリアが届いたんで、ルーフキャリアの取り付けを今回はやろうと思います。はい、で今回取り付けるステアリングは、グラントのクラシックってやつかな、ムーンアイズが販売してるやつです。これ会社のデリボーイにもついてて、でかっこいいなと思って、これねずっと欲しかったんですよ。で、まあ、結構高いのと納期が結構かかるんで、もっと先に買おうと思ってたんですけど、たまたまヤフオクで新品がちょっと安く出てるの見つけて、思わず買ってしまいました。このなんていうんかな、ウッド、艶のないウッド、もう木って感じ。ナルディとかモモハンとかだと、ウッドにクリアの塗装とかしてあったりするんですけど、これはもうなんか木って感じがして好きなんですよね。で裏はちょっとデコボコしてて、指がかかりやすいようになってますの34センチなんで、純正よりちょっと、ほんのちょっと、小さくなります。はい、というわけで今回これをつけていきます。はい、じゃあステアリング外していきます。でエアバッグ触るんで、バッテリーのマイナスは必ず外しておいてください。あっ、めちゃめちゃいい天気で暑い。ちなみにこれ前回になるんかな、ちょっとどこのタイミングかわかんないんですけど、車内清掃、フロア剥がしてフロアデッドニングやった後の作業なんですけど、もうマジでねきついです、暑すぎて。早くこの作業を終わらせて、エアコンの効いた部屋に避難したい。よし、取れました。で、ステアリングボス、ホンダ用のステアリングボス買ったんで、これをつけていきます。で、グラント用のアタッチメント、そのままじゃつかないんで、グラント用のアタッチメントをさらにつけます。ちなみにこれはもう説明書が全くないんで全くわかんないです。どういうことこれで、こうきます。これが多分こうきます。マジで分からんな、これ。はい、よく分からんながらに、いろいろやっとったらつきました。いい感じです、非常にいい感じです。ただちょっとディープすぎるかな、ディープコーンすぎるかな。もうウィンカーまでの、距離がとんでもないことになってますね。こんな感じでポジションとしてどうかな、運転しやすいかな。はい、ステアリング変えたらシフトノブも変えたくなってきて、でちょうどこのベッセルのウッドのドライバーがあったんで、タカナットを使ってシフトノブを作ろうかなと思います。まあ、単純にタカナット入れて、でここの穴に接着剤流し込んでドライバー挿して、とりあえず完成でいいかなと。まあ、これ暫定ですね。またいいの見つけたらそっちにしようかなと思うんですけど、とりあえずこれでいこうと思います。使う接着剤はメグミックスっていうちょっと
特殊な2液の接着剤なんですけど、これめちゃくちゃ強力で、バンパーの補修とかそういうのにも使ったりする接着剤です。これでつけていきます。はい、接着剤こっちにも入れてます。もうこれでボスと刺すだけです。ちょっとはみ出るかな。うわ、大量にはみ出るな。シフトノブ完成です。もうとりあえず加工とか何もないですね。接着剤で引っ付けただけなんですけど、とりあえずこれで使おうと思います。はみ出した接着剤は固まってから後で削ります。で、これ硬化時間めっちゃ早くて1分とか2分とかでもうカチカチになるんですよね。もうほぼ大丈夫かな。ちょっと高いんですけど、めちゃくちゃ強力で硬くなるんで、すごい便利な接着剤です。はい、次はルーフキャリアです。これはもうカヤック積むために必須なんで買いました。で、新品買うお金はなかったんで、ヤフオクで中古を買いました。うん、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗ですね。まあ現行ジムにつけてたってことだったんで、そう古くはないかなと思ったんですけど、めっちゃ綺麗。これをじゃあつけていきます。あとヤフオクとかアマゾンで2000円か3000円ぐらいっていう激安のキャリアがあるんですけど、それ買おうかなとも思ったんですけど、ちょっとレビューを見ると結構この足元が頼りない感じ、曲がったりとかするみたい で、まあ、僕の場合カヤックを積むんで結構重たいものになるんで、ちょっと YouTuber としては挑戦してみたかったんですけど、もし万が一物を落とすとなるとそれはとんでもないことになるんで、今回はその激安は見送ってちゃんとメーカー品を買いました。なんか脚立とかそういう軽いもんだったら大丈夫そうなんですけど、まあカヤック30キロ40キロっていうものを乗せるんで、そこはもう安全第一でちゃんとしたメーカー品を購入しました。中古ですけど。はい、取り付け完了しました。でテルッツを選んだ理由なんですけど、ここのフット部分がイノだとなんかプラスチックで覆われた感じで、見た目的にはすごいいいんですけど、もしかするとこれ加工、これをベースになんか加工するかもしれないんで、全て金属製のテルツォにしました。で、ここの隙間ですね、これがちょっと高いかなと思ったんですけど、まあこんなもんか。ハイエースの場合は、ミドルルーフ用を選んでも、結構隙間が空くんですよ。なのでここを短縮加工っていうのをしてあります。はい、これハイエースの、短縮したやつなんですけど、ハイエースのはこれ2分割の部品になってます。上と下で、で上の部分、まあ、分解して上の部分を切って、この穴を1個開け直して、取り付けてあります。なので本来だったらここに穴があって、この穴が上に来るんで、3、4センチこれより高かったんですけど、それを短縮加工してます。で、まあ、ルーフラックとかも作る予定なんで、金属の方が後々加工しやすいんで、全て金属製の、テルツォにしました。はい、じゃあ次いきます。はい、次ルームランプなんですけど、これ普通の電球なんですけども、悲しくなるぐらい暗いんで、とりあえずこれ何用かちょっともう分かんないんですけど、余ってたやつこれを無理やりつけようと思います。この辺はまたオーバーヘッドコンソール作って、埋め込みの加工するんで、その時に綺麗にやり直そうと思います。どうやってつけような、まあとりあえずなんで、もうほんと両面テープとかで適当にひっついとけばいいんですけど、線がすごい短いんで、どういこうかな。まあもうこうでいいか、こういこうか。はい、とりあえず暫定なんで、もうめっちゃ適当です両面テープでルーフに直接貼っただけですね。
まあ、実用は問題ないんで、とりあえずこれで使います。はい、というわけでステアリング交換とシフトノブ、あとルームランプキャリアとかの小物類の取り付け編でした。まあ、このステアリングは非常に欲しかったステアリングなんで、これで運転がちょっと楽しくなると思います。シフトノブも、うん、いい感じです。ちょっと小さいかなと思ったんですけど、全然いい感じです。はい、というわけで今回以上になります。ちょっと大したことしてないんですけど、今回は、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。面白かった、参考になったと思ったら、ぜひグッドボタンと、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。あとインスタグラム、ツイッターやってます。概要欄にリンクあるんで、もしよかったら登録の方お願いします。